所注意。さて、今回は足利義晴の朽木谷での政治、加えて、細川隆邦の動きを中心に見ていくよ。前回は義晴陣営が、みんな近江に没落したところで終わってたな。前回、嵐、元井三好元長が義晴陣営との和睦を画策したものの、隆邦との和睦に反対したと見られる、柳本片春や春元陣営の司令塔、家畜研修僧の影響もあって、和睦は決裂した。結局、三好元長は阿波に逃げ帰ってたな。これにより、細川隆邦や足利義晴らは、近江の朽木まで落ち延びることとなった。てか、今までも近江をまるで別荘がごとく、何度も落ち延びてるけど、今回向かった、朽木谷ってのは、初めて聞くな。朽木谷は、足利義晴とその子義輝にとって、降格降下縁の深い場所になっていくんだけど、今回はまず、その朽木谷の概要から話していこうか。享禄元年1528、9月。将軍足利義晴と六角貞頼が、春元陣営との和睦の不守備から、近江朽木谷へと移動。隆邦や六角貞頼だけでなく、公家衆や幕府のお供衆、奉公衆、不良衆などもお供したよ。幕府関係者を含む、大規模な移動だったわけか。この時の朽木谷銅座に、同行した人物のリストが、西島太郎氏によってまとめられているので、見てみようか。これを見る限り、結構な人数がいたんだな。もはや、幕府の一部が近江へ移動したとも取れるね。室町幕府朽木谷支店、オープンすんな。なんと、今なら開店記念で幕府お供衆になれます。幕府の役職は記念品じゃないぞ。開店記念かどうかはさておいて、朽木谷の領主である朽木谷綱は、足利義晴を迎え入れたことで、幕府のお供衆に加えられたよ。義晴に協力した褒美ってことか。ところで、この朽木谷綱ってのは一体何者なんだ。っていうか、そもそもなんで移動先が朽木谷になったんだ。まずは、朽木氏について説明をすると、朽木氏は、鎌倉時代初期に近江守護を務めた、佐々木氏の所有一族で、同族には、京極氏や大原氏、この動画でもおなじみの六角氏がいるよ。もともとは六角氏と同じ一族だったのか。そして、室町時代では、幕府成立初期から幕府の御家人として名前が見え、足利義政の時代には、幕府の戸座間衆の価格に列せられているよ。戸座間衆って、どんな価格なんだ？すごく偉い価格。ちゃんと解説しろよ。ちゃんと解説すると、幕府では、管領家や商番衆、一国以上を支配する守護家の次に列せられる価格で、守護や奉公衆ではないが、幕府とのつながりがある勢力が中心だったよ。まあ、平たく言えば、守護勢力以外を幕府に取り込むためにできた価格とも言えるね。守護ほど勢力は大きくないけど、幕府に関係がある武士ってことか。例を挙げると、幕府の表情に参加した表情衆、有力守護の一族、かつての守護家、有力黒人の中にも、戸座間衆になった武士がいたよ。守護以外の勢力となると、結構立場はバラバラな印象だな。まあ、戸座間衆について本当に理解しようとすると、幕府の価格秩序の話から始めないといけないから、一旦は、守護以外で幕府とのパイプがあった武士、程度に抑えておいてくれるとありがたいよ。あいあいさ。で、朽木氏はなんでこの、戸座間衆、に列せられたんだ。正直、朽木氏が戸座間衆に列せられた、直接的な原因は不明なんだけど、戦国期に高島七島、や西佐々木同盟中、として登場する。朽木氏を含めた、近江高島軍の領主たちは、みんな戸座間衆に列せられているよ。つまり、朽木氏だけじゃなくて、近くにいた一族もみんなまとめて戸座間衆だったわけか。朽木氏含む、高島七島は、同盟となって、曹操の勢力に対抗したり、共同で関所の管理などを行っていたようなんだけど、その成立については不明な点が多く、同じ戸座間衆同士で同盟を結んだのか、はたまた、すでに同盟が結ばれていたから、まとめて戸座間衆になったのかも不明だよ。なんか、わからんことだらけだな。まとめると、戦国期の琵琶湖西岸には、朽木氏含む、佐々木一族による領主連合があって、それらは、理由は不明ながら、幕府の戸座間衆に列せられていたということだよ。詳細はわからんが、幕府は高島の領主たちを、ある程度重要視していたってことなのかな。確かに、高島七島の中には、幕府の重要人物と関わりが深い者もいて、特に、朽木氏当主の朽木定隆、その子定綱は、幕府万所執事の伊勢定隆と関係が深く、彼らの名前に、定の字が入っているのは、伊勢氏からもらったもののようだよ。まさか、幕府の政治や財政を管轄した、万所のトップと関係があるとは。
ちなみに、同じく高島七島である田中氏にも、田中定信という、おそらく伊勢氏から、定、の字をもらったであろう人物がいたよ。伊勢氏は楠木氏や田中氏といった、近江の在地領主との関係が深かったわけか。さらに言うと、楠木氏は伊勢定親の養女である、冷泉の局という女性を正室として迎えているよ。伊勢氏はなんでここまで楠木氏と仲良くしてるんだ。西島太郎氏によれば、楠木氏が戸様衆という高い価格であったこと。また、楠木氏がいた楠木谷の地理的条件も、理由として挙げているよ。地理的条件。楠木谷は、近江にある都派営。京都と若狭を結ぶ、若狭街道筋に存在しており、近江にありながら、京都から一本道で往復が可能であった。京都との交通の便は良かったわけか。こういう理由からか、足利義晴がやってくる以前から、京都の避難所的な場所だったようで、日野富子が、応仁の乱陣に、楠木氏へ自分の私物を預けていたり、伊勢定親が、公家のまでの工事春房と共に、遁征、するべく楠木谷へ訪れたりしていたよ。京都の人にとって、ちょうどいい距離にある避難所だったのかもな。このように、楠木氏は地理的条件に恵まれ、また幕府や京都の公家とのつながりもあり、幕府内での価格も高かった。こうしてみると、足利義晴が拠点とするには、いろいろと利点がありそうな場所だな。さらに西島太郎氏は、近江の楠木が危なくなった際には、若狭から日本海へ抜けて、田島山梨や越前朝倉氏の元に亡命することも、想定して楠木に滞在したのではないかと指摘しているよ。京都に戻るにも、逃げるにしても便利な場所だというわけか。こうして、義晴は新たな拠点楠木谷で、京都復帰を狙いながら政務を続けた。また、楠木に移動した直後の9月、義晴は楠木谷に同行した、公家衆や将軍直臣などに宛てて、大量の御内書を発給しており、自分を支えてくれている人々へ、その忠誠に感謝の意を表したよ。大量に発給できるほど、義晴に従った人は多くいたんだな。まあ、もちろんその全員が全員義晴に従順だったわけじゃなく、楠木同座から1年後の享禄2年、1529、には、義晴の直臣17名が離反する事件も起きてるよ。一旦楠木に逃げ込めたとはいえ、情勢が不安定なことに変わりないもんな。ところで、また京都から将軍がいなくなってるけど、将軍不在の間って、京都の統治はどうなってたんだ。じゃあ、ここからは一旦視点を変えて、春元陣営の京都支配について見ていくよ。何度か解説している通り、大永8年、8月末に改元して、享禄元年となったこの年は、5月に細川高国、忠方が近江へ没落、将軍義晴も近江へ蓄電したため、京都は統治者がいない状態となった。今までも、京都から将軍がいなくなることはあったけど、統治者は残ったり、別の勢力が入ってきたりしてたよな。その通り。今回も、高国に代わって細川晴元の上洛が噂されたんだけど、前回の動画で見たように、和睦の頓挫もあり、晴元は堺から一向に上洛しなかった。このような状況から、晴元上洛までの暫定統治として、柳本片晴が京都の統治を担当したよ。晴元が上洛するまでの代行を、柳本片晴が担当したのか。しかし、幼少の晴元を支えた側近の家畜研修僧派、明確に誰を京都の統治者とするか決めておらず、その結果、三好元長と柳本片晴の間で、京都の統治をめぐって主導権争いに発展していたよ。こいつら、和睦の方向性だけじゃなくて、京都統治でも対立してたのか。その後、大永8年、1528、の7月に、突如、三好元長が下山城守護代に任命。ここに来て、晴元首脳部は三好元長に肩入れをしたよ。三好元長は、和睦がうまくいかず四国に帰ってたけど、結局、呼び戻されたんだな。三好元長による、京都統治は、下山城の各軍に、阿波吉野川流域の黒人を、軍隊として配置、それら軍隊となった三好氏に近しい黒人を、一族の三好和秀が統括する形で、システマティックに統治が行われたよ。黒人を利用して、きっちりとした統治が行われていたわけだな。この支配機構は、戦の時の軍事編成にも活かされており、表面上はしっかりした統治であった。実態はどうだったんだ。実際のところ、三好元長による軍大政は、発足して半年以上が経過しても、荘園領主などにはなかなか浸透しておらず、京都の優勝時は、領地がある門野郡の軍大、市原種吉に問い合わせるべきところを、軍大がいることを知らなかったのか、別の三好支配下の武将に問い合わせていたり、公家の三条に久根高は、愛宕郡の三条にしけ領地について、
愛宕郡代の塩畳光から、領地を侵略しない旨の折り紙をせっかくもらったのにもかかわらず、その折り紙を愛宕郡ではなく、紀伊郡の伏見に転送しているよ。なんか、役所の説明を理解できない、厄介な市民みたいになってるな。まあ、この時代における京都の利権関係は、かなり複雑だったようだから、軍単位で、統治者を分ける三好元長の方式は、当時の畿内の状況に適していなかっただけ、とも言えるけどね。急に外からやってきた統治者がすんなりやれるほど、京都の支配は簡単じゃなかったわけか。ところで、三好元長に京都統治の役割を奪われた、柳本片春はこの間何をしてたんだ。柳本片春は、この間京都を去り各地を転戦しており、享禄元年1528、うるう9月には、軍勢を率いて大和へ侵攻。翌月10月には、河内の畠山義隆と共に、高国派の畠山種長がこもる城を攻め、11月に開城させているよ。統治がダメなら拳で分からせると。そして、享禄元年の年末には、柳本片春が京都統治の拠点としていた、山崎家の復帰を狙い出陣。お、いよいよ元長に拳で抵抗するも元長勢によって撃退。負けた柳本片春は、平方の寺内町へ逃げ込んでいるよ。統治でも、戦でも負けちゃったのか。翌享禄2年、1529、3月、柳本片春は再び京都復帰を狙い、出陣。しかし、この時も撃退されたのか、4月には再び大和へ侵攻している記録が見えるよ。京都復帰に失敗したら、大和でうさばらしするのやめや。てか、なんでこんなに何度も大和へ乗り込んでるんだ。馬部隆弘氏によれば、柳本片春は、山崎を含む都市に基盤を置いていて、自分と近しい黒人を配置した三好元長とは違って、山城近郊の黒人所有や、商人に柳本の名字を与え、その支配を行っていた。現地の人を登用していたわけか。さらに、柳本片春は高国近従だった立場上、春元政権でも、守護大等の役職はなく、近従として、荘園領主との取り次ぎなどを中心に行っていた。属する陣営が変わっても、大きく立場は変化しなかったのか。そのため、柳本片春の大和への侵攻も、目的は大和の支配ではなく、冷戦を徴収することにあったようで、大和の筒石から、3000貫の約束を取り付けると、軍勢をあっさり引き上げているよ。つまり、直接領地を支配して利益を得るというより、荘園領主や在地領主からお金を巻き上げていたと。まあ、普段は荘園からの年貢徴収を代行したり、武士による異乱を防ぐ対価として冷戦をもらったんだろうけど、この時は、その役割を三好元長に半ば奪われたことで、このようなカツアゲ的な行動に出たんだろうね。大和はいつもとバッチリ食らってんな。このように、享禄元年は三好元長による京都の支配が進んでいったが、柳本片春もこのままでは引き下がらず、翌享禄2年には、新たな動きに出る。新たな動き。享禄2年、1529、6月。柳本片春は、春元派の細川千休家、細川春方の家臣、松井宗信と共に再び義春との和睦を画策した。なんかまた知らない奴が出てきたな。松井宗信は、丹波を本願地とする武士で、高国と住元、春元の泥沼家督争いにより、分裂した細川千休家のうち、春元派の天休家、正方、住方、春方の三代にわたって、仕えた武士だそうだよ。要するに、春元派の武士ってことだな。桂川合戦の前には、遠野峰に春元勢の境上陸を伝えていたり、柳本片春と一緒に、京都支配の一部を担い、岩清水八幡宮と連絡を取ったり、三条西家の領地を横領したりしていたよ。横領が支配のうちに入る武士の世界。で、柳本片春はこの松井宗信と一緒に、義春との和睦を計画したわけか。そういうことだね。ちょっと待て。柳本片春って、前回の動画で義春との和睦に反対してなかったか。なんで和睦を推進する側になってるんだ。確かに、柳本片春が三好元長が企画した和睦に反対していたのは事実だよ。その言い方だと、和睦自体には賛成だったけど、内容が気に食わなかったってことか。おそらく、そうだと思われるよ。前回も触れたけど、三好元長は、おそらく高国と春元の和睦を目論んでいた。この和睦は、高国に兄弟を殺された柳本片春からすれば、受け入れられなかった。遺恨があるわけだもんな。しかし、こと足利義晴との和睦については、むしろ柳本片春はこれを支持しており、今回の松井宗信との和睦計画は、足利義晴と細川春元の和睦がメインであった。つまり、三好元長は慶長家の統一、
松井や柳本は、将軍を義晴に統一することを、優先事項と考えていたわけか。おそらく、そうだろうね。詳しいことは、馬部隆弘氏の研究にあるんだけど、三好元長が京都支配をしている時期には、足利義綱の御用人報書の発給数が多く、逆に、柳本片春や松井宗信が担当していた時期は、足利義晴の方が発給数が多くなっていて、三好元長は足利義綱を、松井、柳本は足利義晴を将軍にいただいていたんだろうね。なるほどな。三好にしても、柳本にしても、和睦しようとは思っているけど、その条件は随分と違っていたようだな。そして、享禄2年の6月、六角貞頼発掘北根綱に対して、松井宗信からの和睦に関する情報を書状で伝えており、その中では、義晴の御養女の安堵、方向衆の治療&など、和睦条件に関するものに加えて、細川高国を奥津北に入れないようにと、貞頼からの忠告が記されているよ。え、なんで高国で禁になってるんすか？おそらく、和睦の障害になると考えたんじゃないかな。前回、高国と春元が和睦するという内容が、柳本片春や春元首脳部に受け入れられなかったわけだし、今回の和睦を主導しているのが柳本片春である以上、高国は邪魔者となってしまったんじゃないかな。義晴を擁立したのも、名前を付けたのも、ここまで支えてきたのも高国が中心だったのに、なんとも不憫だな。実際、享禄年間の高国の動向は、鷲尾高安も、高説なし、と記しており、その動向が、断片的にしかつかめなくなっていた。本当に、居場所をなくしていたのかもしれないな。高国は、享禄元年の9月に義晴が朽木へ移った後、軍記物によれば、この地では契約を図りがたいと感じていたらしく、11月16日に、伊賀へ移ったとの噂が記されているよ。もはや朽木谷にいられなくなったわけか。その後、なお、東映、から、上官、へと改め、翌享禄2年、1529、には、伊関田畑氏を頼り、ついで朝倉氏、赤松氏、備前松田氏、果ては出雲の雨越をも頼ったそうだよ。まるで、足利義胤のごとく流浪してるな。また、清原信方の日記によれば、高国が美濃や尾張の武士とも連絡を取っていたらしく、高国は、春元と義晴の和睦が刻一刻と迫る中、独自の動きをしていたようだよ。朽木谷を出禁にされた以上、他国の武士を頼って春元勢を倒すしか手段がないわけか。最終的に、享禄2年、1529、9月、赤松氏配下の浦上村宗を頼り、備前へ移った。浦上氏って、確か義晴擁立の時に、他国に協力してたな。そうだね。浦上村宗は、義晴擁立の盾役者であったし、村宗側も、主君の赤松義村を殺害したことから、国内に敵が多く、高国を通じて幕府とのパイプを築き、国内での戦争で優位に立とうとした。つまり、相互に協力していたわけか。その吉見もあってか、浦上村宗は高国に協力することを承諾。こうして、各地を放浪した高国は、唯一、浦上村宗と共闘する約束を取り付けた。しかし、備前で生まれたこの小さな共同戦線は、すでに疎遠となって久しい、将軍義晴をも巻き込んで、畿内を席巻するのであった。伊勢から出雲名も召喚に改めてる冷静になれよ Omigo 諸国の武士よ助けてくれ老角たちに追い出されたんだもうダメかもしれない Gosh Omigo 二人を裂くように裏が見たようだ See 俺たちはいつでも二人で一つだった都じゃ負け知らずそうだろう See 俺たちは昔からこの距離憧れて幕府を引きてきたなぜだろう思い出した景色は上洛したあの日の空